県道番号表示神奈川県、山梨県酒屋山川と山梨県道35号線上野原市、役所秋山市町山梨県道、神奈川県道35号4日、市場上野原線は、山梨県鶴市から、神奈川県相模原市緑区を経て、山梨県上野原市に至る、主要地報道である。4日、市場上野原線は、 鶴市古川渡市の国道139号線を起点として上野原市上野原の国道20号線に至る主要地方道である。鶴市と上野原市を結ぶ唯一の幹線道路であり、地域の第二次緊急輸送道路にも指定されている。また、中央自動車道上野原インターチェンジと秋山地区を結ぶ唯一の幹線道路でもある。さらに、 相模原市方面へと抜ける抜け道にもなっており、行楽シーズンには、中央道の渋滞を避ける交通が集中することで、混雑が発生することもある。国道139号線古川渡市を起点として、国道139号線鶴バイパスと交差してから、野木聖地区と聖里地区を抜ける。鶴インターチェンジに近いことから、沿線には、工場や物流センターが点在している。 鶴市立旭小学校付近から東に向かうと、中央リニア新幹線の一部である、山梨リニア実験線の旭車両基地や、ひな鶴神社がある。旭車両基地付近からは、急なヘアピンカーブと急勾配の坂で、上野原市との市境であるひな鶴トンネルに向けて、急激に高度を上げる。上野原市内においては、秋山、上野原両地区を結ぶ路線と機能している。 秋山地区内では、中央リニア新幹線の建設に関連して、道路整備も行われたため、各集落内に1.5車線ほどの道幅の箇所が点在するものの、おおむね良好な路線状況である。しかし、本路線は、神奈川県域を一旦通過するとともに、神奈川県域では自動車の離合が困難な区間がほとんどであり、これが市内を行き来する際のボトルネックとなっている。 ただし、上野原市秋山あざ桜井から同市鶴島にかけて、延長 1.9km の上野原市道電や入線が存在し、秋山トンネルの改削や架橋、既存道路の拡幅、直線化整備がされることで、バイパス道路として機能している。したがって、秋山地区にある秋山温泉では、上野原インターチェンジや中央本線、上野原駅からの経路として、 路線状況が良好な指導電や入線を経由する経路を案内している。また、上野原市鶴島地区内では、道幅の狭い箇所が多く、歩行者の安全の確保や、自動車同士の安全な利号が行えないため、道幅の拡幅が計画されている。なお、上野原市秋山桜井の秋山トンネル手前から、上野原市秋山中野の秋山支所までの区間は、無料による、 交通規制が行われている。相模原市緑区、牧野地区内は、山間部の斜面像や集落を県道が貫く、形であるため、拡幅や改良の余地が少なく、急カーブや、福音の狭い箇所が至るところに残されている。そのため、自動車の離合や、大型車の通行は困難である。ただし、上野原駅と無償屋を結ぶ路線バスはこの区間を、通過している。 県道517号交点から牧野9194にかけて、時間雨量30ミリ、連続200ミリを基準として通行止めの交通規制が行われる。ありがとうございます。